皆さんこんにちは、防災推奨の松江です。今回はですね、引き続き、奈良のね、御所市にある太白園さん、この高橋さんなんですけども、この高橋さんのお父さんが、実際にね、奈良の方から、出たと言われる、今大宮のね、盆栽美術館にも飾られている、日本のね、天下の名木と言われているこの五葉松の舞妓、この木は実際にこの太白園さんから出た木なんですね。でその当時のことについてお話をお伺いしようと思うので、よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。はい、この舞妓っていう木なんですけど、うちの父親が大正13年ぐらいから創業して、創業して 2,3 年目、だから大正末期か昭和の初めぐらいに、泥川って言って奈良のちょっと天川村の方なんですけども、人が持ってて、それを奈良県は吉野郡っていうとこがあって、すごく山深いとこがあって、奈良は奈良盆地が結構奈良ね、公園とかみんな有名なんですけども、実際はほとんど山なんですよね。だいたい 2000m 級の山が並んでて、大峰山系には、その山の中に大普賢岩っていう山があって、そこから泥川の人が引いてきて、で、何年間か数年か持ってたらしくて、おうち親父がそれを気に入って、当時は150円ほどで、当時買ったらしいけど、昭和の初めぐらいでしょうね。でそれでこう、10年余し、私の家で育てて、で当時こう、熱上がりという言葉がもうなかって、でもっと細かったんですけどね、目が吹いてる、根から芽が出てる木っていうことで、で珍しいということで、で五葉松熱上がりという熱上がりという言葉もこの舞妓から出てきたらしい。なるほど、だからなかなかね、その珍しいですよ。でこうこの舞妓自身は破傷も結構よくって、ただ奈良県の低い山とか、和歌山県の吹き御用とか言って、結構昔から御用松ってあるんですけど、山の浅いところはどうしても葉が長くてちょっと黄色いですけども、深山の木は四国の御用に負けないぐらい綺麗で、結構小松正夫さんっていう、国宝殿の院長がいたけど、その人のお父さんに小松辰五郎さんっていうね、国内庁の政経とかもやっておられた方ですけども、その人も結構ね、大和御用の深山の木は好きでね、いつも大和御用は女性的ですごく破傷もいいし、いいって言ってたけど、それが典型的な舞妓なんかはそういう破傷をしてる。なるほど。確かに歯もものすごく綺麗ですよね。でうちの家に10年余しあって、でその後東京の業者で塚本康三さんっていう方が持って帰って、でその後くじっぽさんっていうのかな、これ行って、で片山定一さんですか、長くその方が愛媒されて、その後高木さんとこから防災美術館入ったようなんですけどね、だから山取りされて、多分うちの父親が、昭和の初めに買った時に5、6年経ってることは大正の、10年とか、8年、9年でもう100年経ちますからね。そうですね。だから盆栽として植木鉢に入って100年以上経ってる木なんですね。なかなか100年以上盆栽が継承されるというのは結構珍しい。そうですね。いろんなことがあって結構枯れたりする場合も多いんでね。こうやって小幹もちゃんと生き残ってるねっていうなんかこと自体がやっぱり破傷とかやっぱり障害いいんでしょうね、そうですね、その時代時代で多少ね荒れたりまた愛媒、丁寧にして良くなったりもしてるけども、綺麗に残ってる方だと思います。昔はこういうふうな木っていうのはイカダブ木っていうふうな表現っていうのもこれもまた新しいんでしょうか。けど多分ね、こう熱流れっていうことで五葉松の舞妓は結構有名で、神戸 の舞妓浜に五葉松に似てるからということで名前を付けたらしいんですけども、
熱ながりの有名な木では五葉松の舞妓っていう風なイメージなんでしょうけど、ね、ただ、本当にその当時は根から芽が出てる木っていう風な言い方をしてたらしいです。根から芽が出てるっていうことはやっぱり本当にまだ枝自体とかその根から出てる木自体も細かったんですね。そうそう、細かったと思いますね。こっちの方ではその先ほども言ったみたいに葉性が若干落ちるけども、吹きの五葉松なんていうのは私が子供の時もよく山から山取りしてる人がいてて、はい、結構細い木がね根から出てるような状態で実際あったんで、多分そういう状態だったんかもわからないですよね。まあ大正の頃の話なんですけど、はい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 、分かりました、うん、ありがとうございます。これほんでこれなんかは、その後うちの家に何年間かあって、はい、まあ余談になりますけども、私とこの家の回転台、はい、こういう回転台がね、あるんですよ。はいはいはい、かなり年季入ってますね。年季が入ってそう、ここにちょっと見えにくいですけど昭和9年が入ってるでしょう。はいはい、でこれ昭和9年に作って、多分、余談にはなりますけどこれ昭和12、3年までこの舞妓が家にあったんで、この上で成形したかもわからないし、その後、うちの家には小松辰五郎さん、小松正夫さんも整形来てもらってたんで、はい、彼たちもずっとこれを使ってて、うちの親父も使って、ね、今も私が使ったりするので、ちょっと余談ではございますが、こういう整形台が、こういうのがさ、まあ、その当時は珍しかったと思うけど、そうですよね、そう作って。実際、今でももうそれだけ軽く動くんですね。そうです、そうです。だから結構大きい木乗せても大丈夫なんでね。そういうふうな話を聞いてもやっぱり歴史を感じますね。そうですね、今回はですね、奈良のね、大白園さん、高橋さんから、実際にねこの五葉松の舞妓、これについてのエピソードをお伺いしました。今回はね高橋さんどうもありがとうございました。こちらこそよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。